高品質の神戸ビーフを数多く世に送り出してきた神戸市西区の中西牧場。初代オーナー故中西幸義さんは神戸市の肉生産者の第一人者として知られています。二代目の中西義則さんは亡き父から熟練された肥育技術を受け継ぎ、品評会では優秀賞の常連になっています。あっさりと、霜降りは小出しと言いましょうか、筋肉内に入っている油いうのは繊維が細かく、食べてまろやかで量が食べれる。神戸ビーフとなるのは日本古来の和牛である但馬牛。その但馬牛の中から厳しい品質基準を通ったものだけが神戸ビーフとして認められるのです。およそ40年にわたり肥育を行ってきた義則さんは、この地で神戸ビーフが生まれた理由についてこう語ります。この兵庫県には但馬牛という、 こう素晴らしい、よその県と血液の混ざらない牛がですね、いたんですよ。その牛をこの六甲山県の近辺の農家がですね、大事に宝物として農耕をしながら、裏作に麦とか大豆をふんだんにこう牛に与えて、もうふっくらこう超えてきたわけやね。もう一つはですね、六甲山系の水ですね、花崗岩から湧き出た、これがまた肉にも良かったんと、気候風土が非常に良かったということで、条件がいろいろ揃って、神戸牛、神戸ビーフ名声が世界にこう広がっていったもんです。その条件が一つでも欠けていたら、まず今の神戸ビーフの名声はなかったと思います。3代目として後を継いだ息子の仁さん。ちっちゃい頃から牛がおって、手伝わされとって、いつの間にやらみたいなですわ。まあ牛好きやからですかね。やっぱみんな高い金出して食べてくれとんで、がっかりさせんようにだけはしたいですね。はい、暴れんなよ。これ、餌の食いが悪いやつの牛の検温ですね。はい、牛の体温は8度0分から9度0分ぐらいが正常ですね。結構だから高めなんですけど、やっぱり餌が残っとったらどっか悪いんかなと、そのための検温です。毎朝5時30分から餌やりや牛の健康管理を欠かすことはありません。肉質の良い神戸ビーフを作るための工夫とは。健康管理しっかりして、良質の牧草をたっぷり食べさせてですね、で一頭一頭育てると、やっぱりそんなにすぐ大きくならんので、じっくり毎日牛を見ながら育てたら営農ができると思うんですけど、生き物やから正直です。世界中の人々を魅了する神戸ビーフ、そのブランドを守る仁さんの思いとは。とりあえずそうですよね、もう世界中で知られとんで、ほんまにもう自分のせいで評判下がったらいいやみたいな。昔の人たちが神戸ビーフのブランドをもうきっちり築き上げてくれとるんです。その信用力みたいなのを落とさんように、はい、頑張りたいと思います。